利用師に散髪される少年。利用師とは、髪を切って整える等の利用を行う仕事を、司る職種である。紀元前においても現代の都市文明社会においても、髪を切る以外に、パーマネントウェーブ、ネイルアート、化粧、洗髪、マッサージなどは、利用師の業務範囲に含まれていることが少なく、なかったが、現代ではこれらの各種サービスに、エステテティックが加わった。ルボーク。 床屋のひげ切り17世紀末のロシア帝国にて、直例に従って、げ狩りを執行する床屋と、抵抗の意志を見せながらも応じざるを得ない、小儀式派の大貴族を描いた儀が、18世紀初頭の作。18世紀、オスマン帝国の利用紙のエプロン幕末の日本における、利用紙のポートレート、客の町人2名と、神儀2名。撮影は1850年。 フェリー・チェ・ベアトによる、利用は、戦死時代からあり、広恋遺物としては、青銅器時代にあたる、紀元前3500年頃の神ソリが、発見されている。また、旧約聖書、エゼケール書にも、利用のことが書かれている。釈迦十大弟子の一人である、ウパーリは、出家前は、釈迦族の理髪師であったことが知られている。マケドニア人事に征服される前の古代ギリシアでは、 主人の長髪や、頭髪、髭、指の爪などのスタイルを整えていたと言われる。生髪は、古代ギリシアの植民地で、当時の技術的最先端地域であった、シチリア島から、紀元前296年に、共和制ローマに渡り、間もなく、人気を博した。古代ローマの自由市民は髭を剃らなければいけなかったが、一方、男性奴隷は髭を伸ばすことと決められていた。 朝に、公衆浴場と共に理髪師を訪れて、身を正すことは、習慣となり、また、青年が生まれて初めて髭を剃ることは、青年とみなされるための通過儀礼の一部となっていた。ローマ人理髪師の中には、裕福になって栄えた者も,もいたが、そういった者は、店先の通りにスツールを並べ、クオドランスの料金で髭を剃っていた。カミソリによる低髪が嫌いな客には脱毛もいった。 紀元前54年、共和制ローマのガイウスユリウスカエサルが軍を率いて、グレートブリテン島に上陸した時には、先住民であるブリトン人は、唇の上部以外の顔のひげを剃っていた。イングランドでは、歴史的に、シェービングは法律で義務付けられていた。イングランドにおいて、ノルマンディ以降ギオーム2世による、ノルマイコンクエストの時代には敵型であり、 最後のアングロサクソン系イングランド王となったハロルド二世とその家来はあごひげを剃っていた。中世の欧米諸国では、利用士は外科的処置を行う外科医、歯科医師でもあった。その頃、医学は内科学主流とされていたため、怪我の処置や死士の切断等に至るまで、利用士がこれを行っていた。射血、嗅覚法、ヒル療法、肝腸、抜死を行った。そのため、 彼らは、バーバーセルジンと呼ばれ、1094年に、最初の組合を作った。イングランドにおける、利用士は、イングランド王エドワード4世によって1462年、ギルドとして法定化され、下界は、その30年後に、ギルドができたが、1540年に、ヘンリーパス制により、ザ・ユナイテッド・バーバーセルジンス・カンパニーとしてなされた。エリザベス一世紀には、 生活が活発でないことの証明だからという理由によって2週間以上ヒゲを伸ばした者に税金を課していた。17から18世紀のロシア皇帝ピョートル一世は1699年西洋化改革の始まりを示すべくロシア政教上の習慣に逆らって口ヒゲ、顎ヒゲを剃り落とすよう全国民に強要し違反者には身分上の規械の別なく課税した。 ロシアの民衆版画である、ルボークにもこの様子は描かれている。ジョージ1世紀の1745年、下界は利用と分けることが法定された。ロンドンの下界の組合は、ジョージ3世紀の1800年にイングランド王立下界司会になった。日本語では、古くは、神裕いといい、江戸時代から明治時代にかけては、利発業従事者の総称であった。 その後も、伝統的日本的髪型の利用と利用子に限っては、髪結いの故障は、仕事はならず、現在に至っている。また、髪結い床という自分の店を持つ者は、床屋とも呼ばれたが、床屋は、理髪業従事者とその店の俗称となって、現在なお通用している。また、力士の曲げや、役者のかつらを結い上げる職業は、床山と呼ばれる。 現代日本の利用資法では、利用業とするものを言うと定義されている。現代日本における国家資格については、利用師を参照のこと。利用師の定義や資格、利用書の設置については、利用史法によって定められている。同法に違反する営業や利用行為については、罰則がある。時代の別なく、カミソリとそれに匹敵する刃物を欠かせない地域が多い。 ハサミの普及後は、これが主たる道具となり、カミソリは少し補助的な道具に変わった。バリカンが普及した地域ではこれも多く用いられる。紙はともかく、産毛の手入れに、刃物ではなく、紐を使う地域も少なくない。櫛も多くの場合は欠かせない道具となっている。ハサミは、利用紙が握り込む、話す動作を多く繰り返すため、切れ味も、さることながら、 疲労軽減につながる機能も重視される。手や指の大きさに合わせて握り部分を加工する、刃先から根元まで均一に切れる用刃をわずかに湾曲させる、中心軸にベアリングを組み込むといったカスタマイズが施されたハサミは手仕事で仕上げられるため10万円を超える価格のものも珍しいものではない。投資各社は教育職員検定により特別支援学校自立教科書教諭の 臨時免許状が与えられる制度があり、定められた経験、単位習得により普通免許状に移行できる。ありがとうございます。